すごいね。見た目のプロテクター感が半端ない。はい、こんにちは。こんにちは。はい、本日はね、バイクのプロテクターを買いました。はい。はい、今回買ったのはこちらでございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、なんかすごいのが出てきました。はい、アマゾンでね、プロテクターって調べたらね、これが出てきたんですよ。どうすかこれ、かっけえ。すごいメタリックな光を放っております。さあ出してみよう。はい。ちなみにね、ずっと使ったプロテクター、これです。フォックスのプロテクター。これオフロードのモトクロス用のやつだね。プラスチック、こういうの使ってたんですが、インパクトのあるこういう今回のすごいぞ。絡み合っております。が膝とすね用で、こっちが肘用だね。かっけえ、かっけえ。こちらのプロテクター、強力ステンレス鋼プロテクターだそうです。ステンレスはステンレスだね、多分刺すのいくつかはちょっとよくわかりません。どうなんだろうね、何番なんだろう。まあそういう話はいいや。はい、じゃちょっと細かいとこ見ていきましょうか。はい、いかがですか。うん、結構硬い。硬い。あ、うん、折り曲げが。そう、この肘の部分、これか、これとか。これだと柔らかい感じがするんだけどね。あの、引っ張られるって感じかな。立体の形になってないって感じ。そんな感じだね。あ、なるほどね。あともう一つ、さっき非常に目につくんだけどね、糸がビヨンビヨン、こっちにもビヨンビヨン、いろいろ。はい、ちょっとあれだね、縫製はちょっとあれな感じで、はい、結構すごいなこれ。はい、ちなみにこちら買った時には2578円。安いね。かなり安いから、まあ細かいことはね、まあしょうがないでしょう。あとね、そうプロテクターで、ね、もう一つ重要なのこのね、ゴム、これの耐久性がねすごい気になるところなんだけど、うん、気づいちゃった。こんな感じこんな感じちょっと薄いかな、どんくらい持つかな。とりあえずこんな感じです多くは語らない。実際こう見てみるとね、こいつのあれだね、アキレス腱はこのやっぱゴムだねちょっとあんまり長く持たないような、そんな印象でございます。はい、フル装備になりましたーって、なんか昆虫みたいになってるね昆虫がすごいねこれね、あの見た目のプロテクター感が半端ない。すごいよね、やっぱこれ金属になるとかっこいいね。うん、なんかプロテクターって結構見えるとかっこ悪い感じがあるんだけども、これ見た目がとてもいいんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとマジックテープとかね、ちょっと不安はあるんですけども、まあ、今まで使ってきたこのプロテクターもだんだんやれてきてるんで、まあしばらくこれで行ってみましょう。で、さっきから何やってんの。ハンゴーしたかっこよくね火花、火花した瞬間すぐなくなりそうな気がするけど、ただですね、残念なことにステンレスの火花ってね、赤黒いんだよ。あの、あ、そう、明るい色の火花はチタン、めちゃくちゃ高くなります。はい、はい、というわけで、どうもありがとうございました。どうすか、どうすか、買った、いいね、うん、めちゃくちゃ強い。